アタカマ塩原アタカマ塩原の着射湖にいるアンデスフラミンゴアタカマ塩原は地理最大の塩類平原である一般にアタカマ塩湖とも呼ばれるサンペドロでアタカマの南 55km の地にあり山々に囲まれていて外部へ水が流出できない東はアンデス山脈の主山脈西はアンデス山脈の第二山脈であるドメイコ山脈が連なっている その景観を制するのは、リカンカブール山、アカマラチ、アグアスカリエンテス、そしてチリで最も活発な活火山であるラスカーといった複数の大きな火山である。それらは、アタカマシオバラの東側で南北方向の火山列を形成し、アタカマシオバラと小さな内部流域とを分断している。この円類平原は3000平方キロメートルの広さがあり、 長さ約1 0 0トル幅8 0トルに及ぶ。ボリビアのウイユニ塩原に次ぎ、アメリカ州で2番目に大きく、同時に世界でも2番目の大きさでもある。平均高度は海抜2 3 0 0ルこの円類平原の中心部分は非常に起伏のある土地であるが、これは定期的に少量の雨が降るウイユニ塩原のような他の円類平原とは異なり、 この地域に永続的に水がないためである。あたかま塩原のリチウム埋蔵量は全世界の27%にも及ぶ。同じ南米にあるウーユニ塩原、リンコン塩原と合わせると全世界の8割を占め電気自動車の充電式電池として使用されるリチウムイオン電池の原料生産地として世界的に注目を浴びている。あたかま塩原内のいくつかの地域は ロスフラメンコス保護区の一部を形成している。アタカマ塩原のセアスコというラグームは、チリのサンペドロから 18km の地にある。それは、濃度40%の塩分を含み、視界のような浮遊効果が見られる。ありがとうございます。